こんにちは、かけまです昨日はめっちゃ暑かったんですけど今日は暑いのか寒いのかちょっとよくわからないでジャケット着てるんですけれども皆様お,おいかがお過ごしでしょうかすいません噛んでしまいました今日はすいませんアンパンマンジュースシリーズで、えー、ヨーグルジョイというジュースですねの動画ご一緒にご覧いただきたいと思いますすいません明治、えー、アンパンマンシリーズのヨーグルジョイというジュースですね一番右 川は釜飯丼っていう、あのー、キャラクターみたいですジュースのパッケージの裏はあそうですね何かのクイズになっているみたいですそれではしましたら、えっと、釜飯丼バージョンの方のパッケージでご一緒にご覧いただきたいと思うんですけれどもまず原材料名の方はえー、ぶどう果糖、液糖、とあとは砂糖 乳製品安定剤香料酸味とということですエネルギーの方は1本あたり62キロカロリーですねはい、えー、こちらがヨーグルトジョイの中身なんですけれども乳酸菌量じゃないんでしょうかですよねヨーグルトドリンクですよねヨーグルトジョイっていうぐらいですからえっと見た感じそうですねあの飲むヨーグルト的な、えー、真っ白な色をしている感じです感じじゃなくてしていますすいません それではお味の方、チェックしてみたいと思います。あ、美味しいえっと、そうですね。飲むヨーグルトじゃなくて、どちらかというと、カルピス的なあ乳酸菌テイストになってます。ちょっとですね、あの、酸味が抑えられていて、えー、その乳酸菌テイストがちょっと濃いような感じですかね。ちょっともう一回チェックしてみます。美味しいですえっと、もうぶっちゃけ、カルピスみたいな。 それしか表現しようがないんですけれどもうーんそうですねびっくりではまたないですねカルピス的なんですけれども酸味が抑えられていて乳酸菌テイストがちょっと濃いめでそれでいて、えー、すごくまろやかで美味しいですね甘さはほどほどです美味しいですえっと明治さんのヨーグルトジョイですね えー、すいませんこれは業務用スーパーさんの方でゲットしてまいりましたあ他にもたくさんあのケッタイのジュース仕入れてまいりましたのでまた明日、えー、そちらの方紹介してまいりたいと思いますそれでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います